金箔を作るにはこの24金の金を使って金箔を作ります。で、金ばかりだと柔らかすぎるので銀を 5% 混ぜて合金にします。まず合金にしたこの1キロの金、最初ローラーに入れるんです。そうするとこの形で30メーターベルベルベルと伸びます。伸びたものを次は6センチ角に切って、この白い紙ハトロン紙という硬くてすべすべな紙200枚の間にまず挟み込みます。そして上から機械でトントントンと打つと、金自身まだ厚めですから、この小さなものがすぐ紙いっぱいに広がるんです。広がったものをまた4分の1に切って、他のハトロン紙に入れてまた打つ。そうするとまず1000分の1ミリの厚さの金ができるんです。この1000分の1の金というのはガラス工芸品、陶器に使うような熱の入れてもいい金として使うんです。金箔というのはそれよりもっともっと薄くしたいわけです。そのためには今度はこの白打ち紙、紙がいるんです。次にこの白打ち紙を作ります。日本和紙の手すき和紙の岩筆という紙です。この紙を加工します。加工するには藁を燃やして熱湯を入れて白汁、卵の白身、柿渋、この液にこの白い和紙をつけます。そして濡らしたり乾かしたり、機械で打って紙と紙をくっつけたり、そういうことを3ヶ月ほど同じことをし続けると、この白い和紙がこういう茶色い透き通ってすべすべな紙として変わってきます。そしてこの紙の出来によって金箔が大きく広がったり、きれいな色が出たりするのが決まるわけです。そういうことで紙を作って、この紙に次は先ほどの1000分の1の金12等分に切ります。6センチぐらいです。これを1800枚ある紙1枚ずつ真ん中に入れていきます。そして3日間かけて1分間に700回上下水下でドドドと打ち続けます。そうするとこの金箔ができます。これが1万分の1ミリの厚さのファインザ金箔の出来上がりです。これをね、こう電気に透かしてどうぞ。見学でしょうか。ちょっとお待ちください。これが1万分の1ミリの厚さのファインザ金箔の出来上がりです。それでこれはね、紙いっぱいに大きくなったものを今度はこのサイズにカットします。これが基本サイズなんです。でカットするのを使うのにはこれも使う、枠といって、ここが竹になっているんです。金箔というのは金属ですから、竹でないと静電気を含んでみんなひっついてしまうんです。竹の皮を小型に削ると皮が針になります。そしてスパッと切ります。で形としては真ん中残って隅の方に残る。まず隅の方残った周りの金、これを金粉にしたり延べ棒に戻したりできますし、真ん中の白いこの四角いやつで屏風、仏壇、工芸品に貼っていきます。で屏風の場合は二川、仏壇が漆、そして金沢は全国で 99% のシェアで金沢で金箔を作っています。そしてね、金箔を大きくする白打ち紙にする金がもうちょっと伸びます。この10円玉ぐらいの重さの金を白打ち紙の真ん中に置いてどんどんと押すと、この大きさで畳2枚なんです。2枚、そして米粒ぐらい、こうちっちゃいやつ1粒置いて打つと、これが10枚なんです。そしてこの小さいの1キロこれからこの四角いものを作った5万3000枚。5万3000枚。そして京都の金閣寺も貼ってあるんですけど、金閣寺は外ですからこれの5倍厚いの。1万分の5なんです。そして金沢は全国で 99% のシェアですから、金沢の住職人さんが作ったものを持って行って貼ってあるそして金閣寺の場合、この1キロを20本、20キロで1万分の5を作ってみられたんです。そしてこの白打ち紙、下10回打つとやっぱ紙ですからダメになります。でこの紙が高級な油取り紙。そして岩筆から白打ち紙を作って真ん中に金を入れて1万分の1にする、この製法が世界遺産のユネスコの無形文化ということになります。ということでおしまいです。